皆さんこんばんは。本日はUEFAチャンピオンズリーグマンチェスター対アトレティコマドリーノイゾネアレナよりお届けしてまいります。解説北澤さん、実況ジョン・カビラでお届けしてまいります。さあ北澤さん、よろしくお願いします。どうもこんばんは、よろしくお願いします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。マンチェスター対アトレティコマドリーエキシビションマッチです。ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。柔らかいボール、ああいい展開ですね。枚数いる、中につなぎたい。ここで丁寧にコントロール、ふわっとしたボール、シュート、きた、先制、マンチェスター、アトレティコ相手に先制点をもぎ取ります。北澤さん、これ今フリーになっていましたけれども、うまくマーク外しましたよね。いやもうこのクラスの選手になると動き出すタイミングやボールを受けるイメージがもう体に染み付いてるんですよね。これがワールドクラスのゴールですよね。さあアトレティコマドリー、この序盤に早くも失点するゲーム展開になりましたね。まあ入りとしては良くなかったんですけどもね、この後いくらでも展開変わりますからね。ましてやこのゲームは強豪同士のマッチなので何が起こるか。来た、いやファインセーブでしたね。いやいい反応でしたね、よく触りましたね。本当にアトレティコマドリーが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。サイドのスペースを使います。抜けるか、ルーズになる。ワンフランからターテのボール、ギグス、ポグバ、グリーズマン、さあカウンターを仕掛けます。グリーズマンからこのフィードパス、裏へ抜けた。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。デブライン、マンチェスターこの序盤に先制点を奪いリードする幸先いい展開ですね。こう早いうちに点を取ってさらに動きが良くなってきますよね。シュート、ルーズボール、この柔らかいパス、中は枚数います、とルーズボール、ポケ、ニゲス、ギリペ、ロディ、組み立てながら攻め上がっていく、ホケ、ニゲス、スルーパス、チャンスになる。デブライネから長いボール縦へ、ホケからジエゴ・コスタ、ビトール、また中央へ、ニゲス、前半17分を経過、スペース出ましたね。いやもうギリギリクリアっていう感じですよね。キーパー、アンリー、ニゲス、さあカウンターのチャンスになります。グリーズマンからジエゴ・コスタ、裏のスペースを狙う、ゴールキックとなります。もう一つ前に行きたい、緩いボール、デブライネ、デブライン、果敢な飛び出しでしたね。いやこのタイミングっていう時に抜けましたからね、よかったんじゃないでしょうかね。この繰り返しが大事ですよね。マティッチ、ショウ、デブライン、ポグバ、パスでつないで攻め込んでいきます。マンチェスター、長いボール縦へ、カウンターを仕掛けます。
レンシア、ふわっとしたボール、シュート、きた、追加点、マンチェスター、マンチェスターリードを2点に広げます。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。今日2点目のゴールです。さあ、マンチェスター得点を重ね2対0という展開。マンチェスターとしては 2-0 リードは大きいですよね。まずゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、しっかり今日は自分たちのサッカーができているってことなんじゃないかなと思いますね。デブライン、右サイドへ振って、カウンターを仕掛けていきます。スルーパスを出す、チャンス抜けた、いいプレッシャー、コケ、素早いパスで攻め上がっていきます。柔らかいボール、さあシュートレンジだ、デブライネ、ボールを下げてリズムを作るか、ギグス、ショウ、ディエゴからアーチのようなパス、もうこれいいでしょ、上がる、ディエゴ、うわデブライン、一旦戻します、組み立てながら攻め上がっていく、サイドへ、デブライン、アレクシス・サンチェス、スモーリング、マティッチ、デブライン、長いボールを振ります。デブライネから緩いフィードボール、ショウ、非常に攻撃的なサイドバックの選手です。ニゲス、アレクシス・サンチェス、バレンシア、リズムを刻む、緩く狙ったボール、浮かせて裏を狙いますが、これは合いませんでした。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ミドル、止めた、いや、ファインセーブです。いや、これぞ守護神ですよね。素晴らしい反応ですね。ニゲス、ビトーロ、コケ、パスでつないで攻め込んでいきます。アドリティコマドリ、オーバーラップ、コーナーキックのチャンスです。前半の45分が終了しました。北澤さん、前半戦についてのコメントをお願いします。中途半端な出方をしてしまうと、サッカーというのは 2-0 は絶対じゃないんですよね、はい、特に45分で 2-0 というのは一番危険な点数でもあるんですよね。なるほど。